偽装の夫婦、私がゲイであることは紛れもない事実です。ついに沢村一樹扮する日村長次が幼稚園の保護者たちの前でカミングアウト。そしてこれからも皆さんのお子さんに周りの人を理解し、分け隔てなく仲良くすることの大切さを伝えていきたいと思っていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。で、まさにこのドラマの重要なテーマの一つがそこにあるっていう風にも思えたんだけど、うん、ということでね、実は公式サイトのスペシャルのコーナーには、そんな長次のキャラクター設定にあたって、いわゆる LGBT、 レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を取ったセクシュアルマイノリティの総称の一つなんだけど、まあ、実際に LGBT の人々の人権擁護、さらに安心して暮らせる社会の実現などを目的として設立された NPO 法人の代表を務め、数々の社会活動をされている松中さんと杉山さんに大平プロデューサー自ら話を伺った様子がしっかりと記されていてね。まず大平プロデューサー、今回のドラマは男女や人種や思想の違いを超えて人間を好きになることの素晴らしさをテーマにしているんです。没個性の時代だからこそ、様々な個性を認め合うことが大事ではないかと。主人公の相手がゲイというのは連続ドラマでは大変珍しいことだと思うんです。性的指向も一人の個性として描きたいんです。そして杉山さんの発言、このドラマに対して希望することは人間愛という大きな括りで、登場人物の一人として同性愛を描くことを通して、その人間愛とか人間関係とかが見えてくるということ、これまでにありがちなセクシュアルマイノリティであるという部分だけがフォーカスされたり誇張されず、自然に描いてもらえたらいいなと。それとカミングアウトっていうのは点ではなくて線なんですよね。言った瞬間で終わりではなく、そこからがスタート。僕が両親が友人にカミングアウトした時も大変だったんですけど、長い時間をかけて関係を築いてきました。想像ではなくリアルなストーリーも混ぜてもらえるといいなと思いますけどね。ただ当事者が見たらもう一歩前に踏み出そうというようなテイストが嬉しいし、そうでない人たちの中でもむしろちょっと何か嫌だなと思っている人たちがこれを見ることによって、男だろうが女だろうが人を好きっていうことには変わりはないんだな、特別なことじゃないんだなって感じてもらえたらいいかなと思います。より普通に描くというのが今まではなかったじゃないですか。僕たちは特別な人という目で見られることが多いので、より淡々とというドラマの感じがいいんじゃないかなと。続いて松中さんは脚本を読んで、長次はそこまでゲイであることを隠さないといけないという環境に置かれていないと思いました。なので LGBT の当事者がぶつかっている見えない壁みたいなものが、実際に日常生活の中ではいろんな会話の中に散りばめられていたり、当事者のちょっとした苦労、辛労もきちんと描いた方がいいのではないかと思うんです。とにかく見終わった後に優しい気持ちになれるといいですね。ほんの数年前、数十年前と比べると、たくさんの方々の努力や尽力で LGBT にとっても暮らしやすい時代に少しずつ変わろうとし始めています。なんか今は捨てた世の中じゃない。この時代に生まれてよかった。っていう感じに受け取ってもらえるといいですよね。当事者の人たちだけでなくて、むしろ当事者じゃない人も LGBT に触れることを一つのきっかけとして、毎日辛いこともいろいろとあるけど、ちょこっと勇気を出して表に出始めることで少し人生が変わってくることがあるとか、ちょこっと自分の生活が豊かになる感じとか、人生とか出会いとかが膨らむとかに気づくことができたらいいなと。結果として人と人がお互い自分らしく生きることを尊重できるような時代の空気が生まれ、そうすると違う考えや思いを持つ人と人の間にあるギャップを埋めるものは、究極は優しさでしかないと見つけられるような、
ちょっとずつ世の中のみんなが優しくなると、 LGBT の当事者の人も、じゃあ私もちょこっと表に出てみてもいいかなと思える可能性が広がっていくかもしれませんね。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにも偽装の夫婦、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。